ただよび古文解釈編。この時間は僕、浅倉つかさがお送りいたします。さて、前回までの同一類似表現っていうものは、いわゆる一文の解析でしたよね。連用形でニュアンスイッチが起きるようもそうだし、手っていう接続助詞が同じようにニュアンスイッチを起こすんだっていうので。で、ここから2回かけては、その一文一文もそうなんだけど、まあ、実際文章の形で出たときに、 広い視野で同一類似を見つけられるかっていうところを試したいんです。ただね、これね、受験生本当に苦手なの。僕も、こう、リアルにね、授業をこうしてる予備校がいくつかありますけど、まあ、毎年授業やっても、やっぱね、なかなか習熟してくれるまで時間がかかる。なんでかっていうとね、あのね、やっぱり古文の勉強を、こう、一文一文訳して、 で、この部分はこういう役みたいなトレーニングをしてるとね、初めのうちはいいんだけど、文章をこうね、点で見ちゃうんだよね。こう、部分部分でね、はい、ここなんて役、ここなんて役ってなるから、この点になっちゃうので、だから見つけられないの。でもさ、よくよく考えてみたら、現代文とかだって、そうやって読んでないでしょ一文一文区切ってって。だから、現代文って言い換え見つけられるんだよ。なのに古文は見つけられない。なので、それをね、 いかに大事かってことも確認しつつ、ね、え、今日は入試問題に挑戦してみましょう。はい、じゃあやりますよ。レベル高いよ、今日は。どんな問題かなこっちか。はい。えっ、ー、と、防線部分、さて、なん、当てなる人にと思いけるを、省略されている語句を補って現代語に訳しなさいと。おう、現代語に訳しなさいの問題だ、だ。でね、えっ、ー、とね、現代語に訳しなさいの問題、えー、何回か前もやってたよね。あ,あのね、 あの時は、ものからに注目してほしい方、思い出して。これこれ、この動画、ね。やったでしょで、あの、ものからに注目して読む方に力点を置いてたから、パッと解かなかったけど、あの、実際はだよ。実際は、現代語訳しなさいの問題は、先に、ちゃんと直訳出して、アウトラインは取っといた方がいい。うん。読みながらやっていくんじゃなくて、まずは、ここに重要単語あるよね。 この単語は訳さなきゃいけないよねっていうのを先にやっておくことが大事。特にね、記述模試とか受ける人いるよね。その時やってみて。要は、いきなり回答用紙に書かないの。どっか空いてるスペースに、まず直訳はこれだよねってところをやった上で、じゃあ何が補充できんのかなみたいなことをやった方がいい。ちなみに今日のやつだとどこかな、うん、さて、さては、まあ、そこでぐらいの役でいいと思うよ。 あてなる人。ねえ、ほい、来た。あてなりはああ、やったよね。なんだっけあてに心恥ずかしくよしありでやったね。ニュアンスイッチの一番最初でやったやつだよね。高貴だとか、ね。上品だっていう意味だから、まあ、高貴な人とかって訳せばいいのかなで、人に、と、おもちゃたって、こうなってるわけさ。どっか軽く入れるよ。 なんとかと言うとか、なんとかと思うっていう形が来たときは、書いてないけど、ここには鍵括弧があるんだっていうふうに、ちゃんと意識はした方がいいよ。スタートどこ持ってくここがいいかな。え、なんでだって一応これそこでだから、そこで、と思ったがいいよね。思いけるのけるは、これは過去の助動詞。 の連帯形。まあ、一応、ナムがあるからね、かかり結び入るけど、訳すときに別にかかり結びなんか意識したってしょうがないからね。えー、過去ですっていうふうに言えればいいんじゃないそうすると、直訳は、こんな感じ。ほい。そこで、高貴な人に、と思った。もうわかるでしょいや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 。いや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 ですよ。 何高貴な人にいいと思ったって言ったけど、どう考えたって。はい、突っ込み出る。そこは大事。突っ込み出て。どこ突っ込み出るここだよね。え僕らが探さなきゃいけない術語がないじゃんだよね。だって文章を読むときは術語に注目しなさいよ。だったよね。それは第1項第2項それぐらいからずっと言ってるよね。術語見なさいよって。ないじゃん。だってここ鍵括弧入っちゃうんだからね。 あとは何え、これで満足しちゃダメだよ。え、これもやったんじゃないの現代語訳しなさいの問題で何か分かりやすく補えって言われたら真っ先に考えるのは主語が抜けてないかな目的語が抜けてないかなそこだよね。明らかにそこで高貴な人にと思ったって言ってるけど、これ誰が思ったのの主語がないよね。 うん。だから、ここを補わなきゃいけなさそう。ってことを、最初に考えた上で、読解に入るの。これは本当に大事。はい。じゃあ、いくよ。昔、男、登場人物。武蔵の国まで、まどいありき、経理。まあ、武蔵の国まで、なんかね、ふらふら歩いてったみたいね。で、その後、さて、そこで、その国にある、女、登場人物。その国にいるだね。 その国にいる女を呼ばいけり。呼ばうっていうのは、求婚するとかね。あるいは、自分の恋心を、こう、向けるっていう意味だよね。だから、この女の子とを、女の子のことを好きになっちゃったとかね、求婚しちゃったって訳せばいいんじゃないで、その後、父、そのお父さんは、こと人に合わせんと言いけるですから、ここには書いてないけど何する鍵格好がある。ここかい ここでね。お父さんは、こと人。これ、重要単語になるから、後で解説するね。違う人に合わせる。合わすっていうのも結婚させるっていう意味の恋愛系の重要単語。だから、違う人と結婚させようっていうふうに、お父さんは言ってるみたいね。さあ、ここで解釈編の復習行くよ。この、斧の働きは。せーの。 働きはって言ったんだよ。接続助詞って今答えたでしょ。違うよ。働きはうん。上が条件、下が結果の文章をつなぐ働きだよね。上連帯系だしね。何が起きるんだっけお父さんは違う人と結婚させようって言ったんだって。さあ、でもその後ある結果が来てる。どんな結果になってるんだろうね。いくよ。 母は、はあ、あれ、新しい登場人物だね。うん。ちゃんと拾うよ。お母さんは、なんだって当てなる人に心つけたりいける。当てなる人に心つけたんだってって話になってんって。んなんだろうだ。あ、なんか当てなるは出てきたなーだけど、心つけたるなんだろうさあ、この辺から考えようね。 ちょっと書いてからのスタートで、あの皆さんはその印刷したものにうまくやってくればいい。これ版書は取らなくて大丈夫だからね。えっとさ、まず重要単語があるよって言ったね。こと人とにのところだ。で、このことっていう言葉の下に体言名詞が来た時って、漢字も大事ね。このことになるのね。ことなるのこと。 だから、こうやって訳す。異なる体現とか別のってね。これはね、入試問題の中でもかなり頻度は高くて、例えば、こと男なんて訳しますかって問題があったりとかね。あとは、学習院大学とかだと、このことの部分をカタカナにしてて、漢字に直しなさいでこれ書かなきゃいけないとかも出したりするから、漢字とあとは必ず、 体現の上にことがあると、これになるんだって思ってくれればいい。だから、こと人に合わせ目のところは、こういう役になるわけでね。別の人と結婚させよう。で、おによって、条件結果になって、さっき何を拾ったのかってのはこうだってね。お母さんは身分の高い人に、もしくはね、高貴な人に、上品な人に心つける。で、ここなんだろうって思うんだけど、 さあ、ここで、皆さんは条件と結果を利用して、もう一個新しい知識を足してほしいの。それがね、ねえねえ、この言葉の働き何働きでまた、あ、問題だよ、問題和の働きなんですかこれね、実はちゃんと会社権設けてます。ちゃんとしたところ。だから今日は軽くいくね。あのね、 わって言葉使った時って、一瞬でもいいから頭の中によぎ出せて。わは、対比のシグナルなの。あのね、わかりやすい例でいくと、桃太郎の冒頭を考えてみて。昔々あるところにおじいさんとおばあさんがいました。その後何おじいさんは、やまいしばかりに。おばあさんは、かわいい選択に。なんでそこは使ってるいろんな理由あるんだよ。 一応ね日本語では初めて出てきた情報には「が」を使って2回目には「わ」ってルールもあるんだよねだから実はおじいさんとおばあさんの初登場は「が」だったんだけど2回目の登場はわ「わ、ね」英語の「あ」と「座」に似てる感じだよねもうあるんだけれどもあのそれとは別におじいさんは山へおばあさんは川へって言っておじいさんとおばあさんが性別的な対比を山と川が行き先の対比を 示すっていう、こういう働きもあるの。で、これがね、実は大学入試の古文で、非常に大事な目線になります。そうするとね、今回のやついくよ。今回のやついくと、お父さんは違う人と結婚させようって言ったが、おによって条件化されてるんだよね。で、その結果ってなって、お母さんは高貴な人にってなるなら何起きるか分かった これは、お父さんとお母さんが対比するんだよ。お父さんは違う人と結婚させる。だったらだったらお母さんはお母さんは当てなる人と、ここの意味。同じにならなきゃダメじゃない結婚させようだよ。うん。 お父さんは別の人と結婚させようって言った。でもね、裏切るようになる。お母さんは当てない人。もっと具体的に言うと、今日出てきた、この男の人と結婚させようとしてるんだよね。さあ、そのことを踏まえてもらうと、こんなことが見える。いくよ。次の文見て。お父さん、うわぁ。なおびと似て。 お母さん、藤原なり。あんまりここ問題にはなってないけど、お父さんは普通の人で、お母さん、書いてないけども、皆さん予想。和だなだ。お母さんは藤原。ああ、ある程度身分がある人なんだな。やっぱり父ちゃん、母ちゃん、今回対比だね。そこが大事だ。さて、その対比はまたどこかでやるとして、今日のテーマはそっちじゃないっすよね。なんだっけ 同一類似を探すんでした。同じような表現、似たような表現を探すんだって、ね。もう分かったさて、当てなむ人にと思ったんだって。同じような表現出てきたとき、僕は、アスタリスクのマークつけるね。例えば、ここだ。行くよ。当てなる人、アスタリスク。同じような表現どっかにあったね。どこせーの、ここでしょ。そうすると、 このね、僕がアスタリスク振って同一類似、まあ皆さんもやるんだよ、これからね。したときにはメリットが2つあります。1つ目、その部分の主語と、その部分の意味が一致してる。同一するの。 えそりゃそうでしょ。同一表現だったら意味一緒ってそれは当たり前なんだけど、違う。これはこっちのことを踏まえてんの。類似。似たような表現が出てきたときに、あ、その部分って意味一緒だよねっていうふうに補足できるってことね。でも今日は、当てなるの意味一緒だから、そこはどうでもよくて何使うか分かる。その部分は主語も一致するし、意味も一致するの。さあ、見えた当てなる人にと思いました。何が省略されてる意境 同一表現は飛ばす。飛ばした先にはお母さんの主語がいる。そして、当てなる一人の後ろには心つけるがある。心つけるはどういう意味対比になってることを利用する。ほらいけた。わかるここまでの役がどうだからじゃなくて、皆さんの目線の問題。当てなる一人が同一類似だ。ってことは、それをつなぐことによって、主語一致、その部分の意味一致。さあ、回答を作ろう。これだね。 ポイントは何そこで同一表現を使ったことによって主語が補えた一致した同一表現を利用したことによって心つけるの部分が意味を補足できたこれなんだそこで母親は娘を 好な男と結婚させようと思ったが完璧な回答そんなのやんなくたってさ分かるよって思った人それは今日の文章が短いからじゃないもしかしたらこれが長くなったらどうするこれが最初の段落と最後の段落で同一とる,る問題が出てきたらどうする脅しちゃってでしょ。いいえ立教大学出してます 青山学学学院大大出出ししてまますす早稲田大学は当然出します国公立記述でそれバンバン使います。だから甘んじちゃいけない。今日のやつで、そんなん分かるよ、んなやんなくたって分かんじゃんって思った人、そうじゃない。分かりきってることを確実に確認しながらやる。これがね、勉強の大事な点だからね。まあ、今日のやつ行くと、同じような表現、似たような表現をつなぐと、 意味が一致したり、主語が補えたり、そういう風に使えるんだよね。あとはね、さりげなかったけど、大事な点。和は何の働きになる対比だ。今日はこの辺で。